Hello semuanya, saya Okaji。 先週の動画で漢字の覚え方についてシェアしました。皆さん見てくれましたか？まだの方は先にそちらを見ていただけるとありがたいです。で、今日シェアするのは漢字の覚え方で紹介したポイント1、部首の意味についてです。先週の動画でも言いましたが、部首とは漢字を分類するための漢字の一部分で、意味的に一番重要な要素です。つまり部首の意味を知っていれば漢字の大体の意味がわかります。漢字のテストなどでも役に立つと思いますよ。今日は代表的な10個の部首とその意味を紹介していきたいと思います。木偏や言偏など元の漢字の意味を知っていれば簡単に意味が推測できるようなものは割愛しました。最後にクイズを用意したので最後まで見てね。まず部首の種類について。部首は漢字のどこに位置するかで7種類に分けられます。漢字の左側に位置する偏、漢字の右側に位置する作り、漢字の上側に位置する冠、漢字の下側に位置する足、漢字を包むように位置する構え、漢字の上から下に垂れ下がるように位置する垂れ、漢字の左側から下側に這うように位置する妙。まあ別に種類の名称まで覚えなくてもいいですが、これらの7種類があると知っておいてください。では紹介していきます。これは人偏といい、人に関する漢字に使われます。これは山水偏といい、水や液体に関する漢字に使われます。これは獣偏と言います。犬という漢字が元になっています。獣とはもともと毛のもの、つまり全身を毛で覆われた生き物、特に四足歩行の哺乳類を指します。そこから人間らしい心のない人も指すようになりました。これは手偏といい、手に関する漢字に使われます。これは立身弁と言います。心という漢字を立てたもので、やはり心に関する漢字に使われます。これは改変と言い、お金を表します。昔々貝殻はお金として使われていましたからね。これは草冠といい、植物などに関する漢字に使われます。これは月偏または肉月と言います。この部首は意味が2つあって、1つは漢字のまま、月や時間に関する漢字に使われます。もう一つは肉という漢字が変形したもので、体に関する漢字に使います。
これは身量といい、歩くことや移動することに関する漢字に使われます。これは示す辺と言います。元は神様への捧げ物を置くテーブルを表したものです。はい、10個を紹介し終わりました。覚えましたか？ではクイズをしてみましょう。次のひらがなの正しい漢字はどれでしょう？以上、5つの問題を出しました。簡単だったかな？今日はここまでにしましょうか。それではまた次の動画で会いましょう。またね。